皆さんこんにちは。今回はイチゴについて見てみましょう。さあ始まるよ。真っ赤で可愛いイチゴ、甘酸っぱくて美味しいよね。イチゴはそのままパクッと食べるのはもちろん、ケーキやジャム、イチゴ大福などいろいろなものに形を変えてみんなから愛されています。そんなイチゴですが、作物として栽培されるようになったのは200年ほど前から。それまでは自然と野原に生えていて食べられていました。見て見て、イチゴにはたくさんの種がついているよ。この小さなつぶつぶがイチゴの種だよ。イチゴの種を取って種をまくと芽を出すよ。水を入れたコップの中に種を入れて、沈む種がいい種だよ。みんなはイチゴを育てたことあるかな？イチゴの苗は秋ごろに植えます。プランターでも育てることができるよ。寒い冬になると、寒さから身を守るようにイチゴは葉っぱを小さくして地面に張り付くような形になって冬を越すよ。暖かい春が来ると花が咲くよ。花が咲き始める頃、雨に当たるとイチゴが病気になりやすくなります。育てる場合は雨から守ってあげてね。そして5月頃になるとたくさんの実をつけるよ。そしてイチゴにはたくさんの種類があるよ。いくつか紹介するね。秋姫、大きくて長細い形をしています。甘くて酸味が少ないよ。とちおとめ、栃木県で作られたいちご、程よい酸味と甘みがあるよ。紅ほっぺ、酸味が少し強めだよ。香りもとってもよくって、本来のいちごの甘酸っぱさを味わえるね。アイベリー、卵よりも大きいイチゴだよ。作るのが難しいことから今はあまり栽培されていません。美味しくて可愛らしいイチゴ、ぜひ自分で育ててみてね。最後まで見てくれてありがとう。イチゴについて少しわかったかな？頑張った子にはプレゼント、何が出てくるかな？いちごのメダル。他の動画も見てみてね。新しいメダルがもらえるかも。バイバーイ。この動画がいいねと思った人は